こんにちは、省エネの家プランナーの山木です。今日は使いやすい収納場所のポイントについてご説明していきたいと思います。皆さん収納がたくさんある家がいいなっていうふうに言われるんですけど、単純にたくさん取ればいいかっていうとそういうわけではないんですね。駐車場に例えて考えていただくとちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、皆さん街に買い物に行かれたら広い駐車場がたくさんあるっていうふうになると、もちろんいいんですけど、それがじゃあ目的地から離れていたら皆さん歩きたくないですよね。そんなふうに適材適所に収納がないと結局使わない収納になってしまいます。必要なものは必要な場所にあるっていうことがきちんとできるように収納の位置っていうのは考えていく必要があります。人によって暮らしのスタイルも異なりますので、必要な収納の位置っていうのもそれによって変わってきます。自分の暮らし方を設計の、スタッフときちんと話していただきながら適切な収納の位置っていうのを考えながらプランしていくといいかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。次回も家づくりに役立つお話をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。